皆さんこんにちは、しろくまななみんです。本日は結婚式の招待状を平身アートミッキー&ミニーで書いてみたということで紹介していきます。はい、それでは早速こちらご出席とご欠席の欄ですね。出席しますので5を消して喜んで出席させていただきますに変更いたしました。こちら5をですね、ナチュラルにキラキラのイラストで隠してみました。喜んでという漢字は簡単な方の喜ぶという漢字でも OK です。そして私は今イラストこちらミッキーがミニーちゃんをお姫様抱っこしているというイラストを描いております。さすがに何も見ずに描くというのはちょっとできなかったので、目の前にパソコンを置いていろんな画像検索をしながらこちら描いています。ちなみにこちらで使用しているペンはペンテル軽調サインペンというものです。こちらのペンのカラーバリエーションが黒色と薄墨どちらもついているので、お悔やみもお祝いもこれ1本で済むというとても便利なペンとなっております。多分一家に1本あったらとても重宝すると思うのでぜひチェックしてみてください。ペンの説明をしていたら見どころの部分の説明をし忘れました。ただいまイラスト固形石の部分を花の葉っぱでカモフラージュさせてみたんですけれども、いかがでしょうか。こんな感じでイラストで文字を隠せるととても見た人が驚くんじゃないかなと思います。そしてこちら上の部分にスペースがあったのでハッピーウェディングっていう感じで空いたスペースも有効に使ってみました。今色鉛筆で色を塗っているんですが、こちらは色塗っても塗らなくても OK です。ちなみにこちら住所お電話ちゃんと書けるようにスペースを空けといてくださいね。完成しました。こちら実際のお時間約1時間ほどかかりました。なかなかうまくできました。ぜひ結婚式の招待状の返信アート何か書く機会がありましたらぜひ参考になればいいなと思います。これからどんどんイラストメイキング載せていこうと思いますのでぜひよろしくお願いします。それでは以上、しろくまななみんでした。さようなら。